というわけで、今回は、なんちゃうの、新人類だっけ、はい。はい。新人類、はい、読み。なんか、こいつらの呼び方ってなんかあったっけ、知らん。読み、ジャスティス。読み、ジャスティス、ダフトパンク。ダフトヘッド。ダフトパンク。ダフトヘッドは、ドラゴンゾンビや。こいつらを使った、なんか普通のデッキ、こいつらを出すデッキを使います。はい、こいつらを使ったこいつらを出すデッキ。こいつらのための、こいつらのための。ぶつけ感、ぶつけ感が半端ない。冷静キャラ。ずっとスタッフ気味入らんの。入らんのでもねえな。じゃんけん、あー最初にじゃんけん、はい、成功、はい、資料、あ、これダメだわ、資料、これ全部出ろうか、資料、資料、完全に気が弱いね、これ終了、あ、じゃあシャカパチしないようにって言われたよ、嘘や、そうや、シャカパチを気をつけよう、そうだ、シャカパチを気をつけようと言って、いや、シャカパチってなんかある種しょうがねえよな、職業用だ、終了、そう言われるとな、やりたくなるな、はい、やっちゃうんだ、資料、ね、あーこれ弱いな、どうした、受験ないやつ、ちょっとダフトパンクだけど効果なし、ダフトパンクさんだけやっぱりな、ダメやな、弱えなこの子だけなんかやっぱりダメやな、これはそのマビトリカだ、うん、知れ、ファンクだす、ラフトファンクだす、まあまあ、読まプロジェクトオッパ、はい、5枚ボツに落としてこの中からリンクできるボットを出せます、はい、本当は終了あれ残しちゃいけねえんだな、ジャスティス飛んだ、はい、ダメだ、終了、やりやった、コパンクもや、読みしようか、はい、コンパで3ドロー、召喚したら3ドロー、はい、終了、強いですね、うん、2枚も、うん、制限カードセブンスター、すごい、想定セブンスター3枚、終了、このハービードラフトリアルだけ、はい、はい、じゃあ終了、あ、ジャスティスがコーン、エンドー、はい、ハービードラフトリアル、やべえぞ、あ、来た、攻撃クロー、ドラマナでジャスティス、ジャスティスを、リンクしながらでしょうか、はい、ジャスケス効果で、はい、5枚見て呪文1枚6個追加の呪文を唱えれます、はい、尋問か、尋問唱えます、どうぞ、はい、で、マナソンです、はい、ダフトパンクを出しつつ、はい、こいつを出すときに読みの効果で、はい、リンクしているゴッドを解除できます、はい、解除します、はい、こっちはここにつけます、 OK、 面倒かったら話して、ダフトパンクの効果は今発動ないできませんね、対象がいない、ご覧の、はい、どうぞ、リンクしたらあのシアタースアター初回が消えるんで、はい、トリブレイクまたああいう感じか、クリメモ、
これしかないな。あとはセグブリッグ。ごめん。だいぶ触れてくる。はい。終了。いいよ。ね、俺もやっぱ見せるとこ見せないとね。13マナか。かけたくねえなこれ。デリックデクイムが安定なんじゃないですか。タップイン来たら死だよな。うわもうかけなきゃいけない試合もあります。リマナ、はい、ピクシーライフ、はい、奇跡は起こる。よっしゃ回収、はい、出した、はい、12マナ効果発動、はい、1回目ドーン、2回目ドーン、3回目ドーン。悲しくなったそうだな、すべてをかけるか。特選ゲージ、ウルトアタックで。ジェイシーグイム。あー、ドゥ、アップだ。ワールドブレイク。あれ、トリガー。あ、トリガー入ってないです。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。いやー、やっぱかけなきゃね、勝てねえ。惜しいな。ああいうデッキしかない。まあ、ああいうデッキか。俺のデッキ、ビートダウン。俺、リンクして解除して殴るだけ。リンク解除ビートダウン。じゃんけん、ほい、はい、しょい。あ、おかしい。しろ。しろ。これは面白い。終了。これは、はい、ぼちこやし。まだ試合やっ微妙じゃないか。メガギャロンが欲しいから。色がない。でもね、僕はね、これを狙っているんですよ。あはい、ああ強いね。なんでメグナ？あれ？殴り行こう。大手ホール、効果で。醤油。流星解。以上。最後終了。強そう。ラストバンク。ラストバンク。リプルブレイカーですね。リプルブレイカーですね。ダブルブレイカー。ダブルブレイカー。おやおや。水。危ない。おやおや。おやおや。おやおや。ショー通信中みたいな。あ、そうだわ、ショー通信中。いや、話し合いよう。なんだったら。なんで、アイでも抜いたお前。いや、おや。ねえ。何が辛いんだね、君は。君が早いって。君が早いって。してくれてるけん、別にな。メールを、なんか、メールしたいどうするんですか？何が奪った？何がある？何がある？結構通信に構えなさい。何がある？あいつ泡だもん。相手に7、2枚や。あ、そうだぞ。共食いですね。あとは、あとは、あとは、悠長に最短のヤッシュで打って、僕まで余ってらっしゃる。呪文と言って、クリスギアでもいいんだけど。呪文つって、クリスタレモリ言って、はい、レーダーこれ加えて、カーエンドするかな、これは。そういうことなんだろう。じゃあ、マッチかい。1本で。やぶらいなさ、クマ滑走に至るまでにちょっと時間が戻ろう。結構君涼しいね。君は今日はもうお金か。お金なし。気流汁です。あ、滑走。あ、垂れた。あえの。ドロー。沈黙。効果。やべえ。墓地のジャスティスを測定した。やばい。効果発動。終わります。リンクできるんですか？沈黙発動。効果。墓地からダビッドパンクを。リンクしたら解除した。伊賀の守り三蔵。はい。
これできたよ。ビートダウンか。ビートダウンだよ。かわいそう。はい、これからの、これからのプロジェクトバットの動きも見せない。やっぱ新物の動き、もう一本だけ行く。もう一杯行こう。もう一杯行く。もう一杯行こう。まあ、あと、転生スイッチの動き見せない。転生スイッチもなんだ。転生スイッチか、あれプロジェクトバットの代表、代表感な感じだけど。じゃんけん、こい。白うわーマジかうわアマテラスは食らっちゃいけないんだよ。はい、終了。パチパチいけんねやろ。うん、パチパチしちゃいけない。それパチパチながらやんだよ。終了。ついやってしまうんだよね。ダメるわ。うわーデスカッパーあやりやがったパンもうめやがったやつ。おば、はい、確かに白それは大事いいな。青引かねさあね、切り札見るか。はいおば、はい、じゃあダントパンケンこいつおや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 、いや召喚、はい、マパ、はい、切り目も終了で踏んじゃいけんのこれ。あ、セブンスタワーがセブンスタワーが予想ストロング、コニアミカおやおや、4マナクリスタイナゲンデルゾーン、はい、何を返すんだ。ヤシロかな、ヤシロ発動あ、強そう。知らんぞ、知らんぞ、パーエンド。まだ7角にいいですかね。これは来たわ。はい、能力を欲しいのはもう厄介になってる。どうした、厄介になってる。どうした、引きしまった。なんだ、終了。終了。終了。時間もう引いてしまった。ちょっとあんなブーストしたせいで、これだったら青がなくなるし、ダメなんだよ。あ、違うな。はい、あ、出た。考えます。はい。グラトルブレイカーだったけんな。あ、どうしたからね。終了しとこう、ちょっと怖いけど。新聞の動きって何なんですか。来ましたよ、プロジェクトコットの動きができてない。13早すぎて。サイバー色はどうしようか。俺の新聞が赤を。あ、ガルジオ製とはなんかこの勝負なんかジャスティスが全然出らんのやろ。ジャスティスのあれが悪いな、調子悪いな。あ、あ、エクソン、エクソン、エクソンはちょっとやめてほしいな。これは下に送るしかないですかね。かっこよく行きたいんですよ。はい。勝負には見せ場っていうものがないとね。はい。テニスリクイエム。ああ。ワールドブレイク。ああ。だっけ、あれだっけ。大切。はい。効果で。はい。どうする。こっち戻します。はい。で、16マナ。コスト15コスト扱いなんで。はい。15、14、15以下。コストより小さいですね。14コスト以下ですね。を出します。はい。クロス GT、 ジャスティス GT、 どうぞどうぞ。じゃあ、さあワールドブレイクちょっとこれやってみようよ。どうせジャスティスの方が、はい、これで全部消したい。そう、プロジェクトボット。おお金あ、待て、あ、
やべえ、慌ててジャスティス、ジャスティス、ジャスティス、うん、なるほどなるほど、はい、リンクできない、うん、なるほど、はい、大変だ、リンクできない、うー今の完璧間違ったわ、これでよかったな、これでよかった、いろいろできたんだ、いろいろできたんに、バカやった、バカしたな、きっと浅いわ、あれ、あんま出て楽しみようか、質問します、はい、ここで、墓地のジャスティスを、はい、出します、出すときに読みの効果で発揮します、はい、読みの効果でクロスオーケー、でジャスティスを出します、で、あれで、で質問もらいます、オーケー、で、墓地にあるジャスティスを、はい、こちらで、で読みの効果で外してこっちにクロスします、オーケー、でジャスティスの効果とまたそれか、またそれかっちゅう、で、動きしてねえな、プロジェクトボットを打ちます、おー、どうぞどうぞ、で、プロジェクトボットの効果で、1、2、3、4、5で、ダクトパンクを出します、はい、で、クロス、はい、これはこっちから、あ、金原市、あ、リンクです、はい、リンクです、ダクトパンクの効果で、はい、メガキャロを補正します、はい、メガキャロの効果で、新聞です、はい、どうぞ、はい、バトルフェイス、はい、バトルブレイク、わぁ、wow. あ、でもお前まだしてねえけどな、え、じゃあお前これ、うん、もうやめて、いや、それはもう、へぇ、これにするか、ボーン、オーマイ、オーマイガー、あだあだ、あだ、いったいいよ、殴りていったいいよ、へぇ、ボーン、ボーン、あー、これ破壊どうしちゃってよかった、はい、はい、一応いったいの、これね、三体リンクやね、そうそうそう、これこうや、はい、ドーン、うん、よかった嬉しい、いやあの場面ハヤブサ笑っちゃったね、いやいい動きが、いい動きが見せられたんじゃないでしょうか、いい勝負でした、いい勝負でした、っていうふうにね、こういうデッキね、あのスピアタを量産する謎のデッキ、いいね、楽しい、うん、全部リンク、一応リンク後の効果、リンク後の効果はシールドがブレイクされないという効果なんですけど、縦図がなかったら意味ない、だから基本的にここら辺で、ここら辺かな、こうやってやってって、こんなことしながら、こんなことしながら、こう召喚して、なんかこう尋問とかじゃないと、で、リンクして、外して、こいつスピアタと、で、呼んできたやつからこうリンクして、で、また外して、スピアタと、メールアドレスね、そういう風に、まあ、ゴッドリンクするより打点が上がるという、そうなんです、ね、ジャスティスからプロジェクトゴッドでこうやって、で次のターン審問でなんか補正しつつ、で外して、でこうやって、こいつのタッチパックの効果でまたメガキュロンとか補正できるわけだ、あーメガキュロンさんはハヤブサ入ってない、ハヤブサ入ってない、メガキュロン回収できる、回収できるけど、あの試験型やけど、あーああガチにするならまた別に、するならまた他のカードも、今回周りを優先したくて、トリガーがない、まずビートに勝て、終了、でも気合で回したら多分5ターン目に揃う、やばい負けそう、リンクする、やばい、あの3体リンクで気合で、ビート相手は相当きついやん、相当きつい、ビート相手はこう4ターン審問でマナから出して効果で、まあプロジェクトボットとかかな、これでこうやって、あそれかこうやってこうする、終了で、そしたら投げ返しできて、でこうなって、で次のターンもか審問見てとかなんかして、あいいね、そういう風な動きかな、これ召喚時だね、こいつの能力は召喚時だね、召喚したらスピードでトリプルブレイカーで、まあ、一番の効果はあのゴッドが出た時にゴッドのリンク解除できるし、おお、ね、それのおかげでな、あの本当なスピアタが作りやすくなる、サガとは何だったサガとは何だったんでしょうかサガとかいうリンク解除ガチグラッチは僕のガチ量だな、うわだけで、あ今回はこんなゴッドのデッキでした、ゴッドノバやな、ゴッドノバのノバでした、プロジェクトゴッドもう一枚回収するべきだった、はい、ここはプロジェクトゴッドにすべきかなって、まあでもトリガースイッチの動きを見せるし、トリガースイッチの動きを見せるけど、あのプレミさえなければ、あのプレミさえなければ精進しましょう、精進しましょう、はい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、それではレシピ解説の方でやりたいと思います。ちょっと今回からレシピ、デッキレシピの探し方を変えてますね。
今回からというか、まあ、リンゴハイから、リンゴハイはもともとこの店からだったんですけどね、変えてみました。まあ、もっとなんか見やすい、なんか分け方、晒し方があったら、まあ、コメント言ってみてください。ちょっとね、この前ね、コメントが見にくいとかいうコメントだったからね。で、レシピ解説ですね。まあ、まずは、簡単にレシピだけ読み上げます。ジャスティスが4、ダフトパンクが4、で、ユミが3、ですね。で、インフィルノサインが1、シンモンが4、メガゲロンが4、で、ゴッド、プロジェクトゴッドが3枚、で、テネス1が1枚、ピクシーアイフが3枚、ガチンゴルレットが2枚、ライエンホールが3枚、フィアリーライフが4枚、ライフプランチャージャーが4枚、ということですね。で、まあ、序盤の動きは、ライフが4と、ピクシーが、ピクシー3、の、ニコスブストは7枚ですね。プラス、ガチンゴルレットが2枚です。で、この、ここら辺のブーストから繋げる、ライフプランチャージャーが4枚。ここは結構重要ですね。まあ、このデッキ、ジャスティススタート。こっちですね。こいつからスタートさせないと、いまいち、回らないので、まあ、だからこのジャスティスを引っ張ってくる。剣、まあ、マナブーストから、こいつ使ってます。で、ライゲンホールは、ここはですね、ジャスティスで唱えれる。なおかつ、ジャスティスとパンク、ダストパンクですね。こいつね、エンジェルコマンドとデーモンコマンドなんですよ。なので、ライゲンホールを打つ。で、ボルグシュバル立てる。これだけで覚醒できます。まあ、例えばですね、ライフプランチャージャー、メガゲロンか、まあ、この2枚、どっちか持ってきますね。で、次のターンにメガゲロン出して、まあ、ライフトロック回収して、で次のターン、ジャスティス出して、ライデンホール、で、メガゲロンを破壊しつつ、ボルグサンダーとシュバル出しますね。そしたら、メガゲロンが墓地に行く。ということは、ダフトパンクが、このこいつの効果が使えるようになりつつ、シュバルを覚醒できる。こういった風にシナジーがあります。まあ、なので入れていますね。で、黒も少ないんです。色が少ないんですけど、基本、ジャスティスで唱えるよう。なんで、まあ、序盤はいらないということで、まあ、控えめに3枚ですね。結構踏み倒しですね、ここら辺は。半分ぐらい踏み倒し用のカードです。だから色結構無視してます。で、これが3枚ですね。で、ライデンホールがあるんで、まあ、他には、流星海外や、サナティーが、まあ、ここら辺が手堅いですね。動画ではボルギに、シバルに、流星1、サンダーティーが1、あと何だったっけな、シルバーブルグを入れてますね。こいつ、ブロッカーとしてね、このデッキブロッカーというか、守りがないので、入ってます。まあ、一応守りって守り、こいつらリンクしたら守りは、まあ、いけるんですけどね。で、次に、ですね、マヨイロンが4枚ですね。こいつは、ダフトパンク。こいつで蘇生できる対象になるんで、4枚いってますね。こう4枚ぐらい得ないと、墓地の落とす手段が、プロジェクトゴッドぐらいしかないので、まあだから、プロジェクトゴッドで落ちればいいなと思って、4枚入れてます。で、ですね、こいつガーディアンの回収もあるんで、ハヤブサとか入れてもいいかもしれません。ね、ハヤブサもあるんですね。ガーディアンの回収があるんで。で、まああとなんか、ブロッカーであり、まあアタッカーにもなる、後々ね。まあ、だから強いな、強いと思います。で、プロジェクトゴッドが3枚。ここはですね、やっぱり、ジャスティス、まあ、ヨミンかな。ヨミンが行って、こいつ行ったら、ほぼ確実になんか出るんで、まあ、強いと思います。ほぼ確実にっていうわけじゃないんですけどね。まあ、墓地を壊しつつ、ここら辺、なんか3体出るよ、どれか3体出るよという感じですね。結構かなり強い呪文です、4コストで。で、このカードってやっぱりね、2体神じゃちょっと悩みどころなんですけど、3体4体神ぐらいになってくると、かなり、出しやすくて、確率が高くて、強いです。で、予備の効果がまたね、リンク解除とかあるんで、そうですね、まあ、わざとリンク解除させて、繋がるパターンを多くさせて、プロジェクトゴッド打つ。そしたら、この3体、どれでも全部出るようになるよっていう風になるんで、ね、そういったところも強いですね。で、転生スイッチが1。これ本当はね、プロジェクトゴッドの枠なんですけど、
プロジェクト5とか、あ、その3枚しかなかったんで、今、転生スイッチに変えてます。本当はここがプロジェクト5になりますね。でも、転生スイッチの、転生スイッチでも結構いい味出してくれます。なぜかというと、転生スイッチって手で戻したそれより小さいクリーチャーなんですけど、ゴッドってリンクしたら、コストが増えるんですよ。例えば、ジャスティスとダフトパンク、リンクしたら14コスト扱い、になるんで、例えばですね、ジャスティスダフトヘッド、リンクしてるこいつらを、手札に戻しますよね。そしたら14コスト戻ったことになるんで、13コスト以下の、クリーチャーを出せるようになる。っていうふうに、まあ、地味にシナジーしています。なおかつトリガーなんでね、相手ターン中にも動ける可能性があるっていう点でもいいですね。で、読みが、3枚。いや、3枚こっちにして決めたのか。シーモー4枚ですね。これは、もう必須枠ですね。ジャスティスの、ジャスティスの能力で唱える、対象。真っ先の、まあ、安定した対象ですね。これで基本的に、ラストパンクが、まあ、もう一体ジャスティスを出すっていう風になっていきます。で手堅く、4枚ですね。よくある気が、このデッキ結構殴り行くデッキなんで、ジャスティス、シンモン、ダフトパンク、メガゲロン。で、リンクしたら、召喚4がなくなるんで、そのままトリプルウェイクとかいう風にいきます。で、サインが1枚。これは、まあ、本当、蘇生だけですね。で、ナナコスケ、ギリギリここ届きますし。まあ、シンモンですね。劣化版シンモンと考えて入れています。このデッキでは劣化版ですね。で、墓地肥やす手段もね、プロジェクトゴッドとかあるんで、結構使いやすいです。動画でもありましたよね。プロジェクトゴッド言って、イフェダサインとか言う。そういったでも時々、まあ、できる場合はしますね。で、読みが3枚。こいつが、ですね、3対身。中水ですね。中水じゃないな。中心部ですね。中水はまた違う意味なんでね。で、こいつの、能力は、召喚した時に3ドローっていうぐらいしか、まあ、能力ないんですけど、本当は。でも、他にも、能力というかね、ルールが、ルール効果みたいなもんがあって、そうですね。なんだったっけな。このクリーチャーか、他のゴッド、こういったのですね。まあ、このデッキだったら、ジャスティス、ダクトパンク、の読み、この3枚ですね。そのゴッドを出したときに、あ、違うね、出したときではないです。出すときですね。出すときに、他のゴッドのリンクを解除しても大丈夫、いいよっていう能力なんですよね。っていうことは、例えば、そうですね、ダフトパンクとヨミがリンクしているとしますよね。ダフトパンクとヨミが、リンクしている。その後に、ジャスティスを出したいよ。で、じゃあ出しますよっていうときに、リンク解除できるんですよ。で、こうなると打点が増えますよね。で、なおかつここでリンクして、で、ジャスティスの効果で指紋打ちます。じゃあもう一回ダストパンク出します。で、じゃあ出すとき、じゃあもう一回リンク解除。で、ここ一回リンクしてるんで、召喚もまた、なくなってます。で、もう一回こっちでリンクしたりして、っていう風に、2体展開したけど、この2回、2体とも、召喚消えてるよっていう風になるんでね。そういったところが結構強いですね。まあ、だから3も入ってます。まあ、あと打点的にはこれトリプルブレイカーなんでね。まあ、そのぐらいないと使いづらいんですけど。で、まあ、3ドローの方が基本プロジェクトゴッドで、出すことも多いんで、まあ、使えない時もあるんですよね。召喚時能力っていう。こいつだけなんか召喚時能力なんですよね。なぜかテニスの効果っていうで、ダフトパンクが4枚ですね。ここは、このデッキじゃメガギロンしか蘇生できないんですけど、まあ、他にも、逆転プリンとか、まあ、シュートリガーもついてる逆転プリンとか、なんだっけな、サトリでしたっけね。自分の場の無色のカスタケ、ブレイクスルーとパワーが出てる。そこら辺も出せますね。まあ、ただ、このデッキは、墓地利用とかも結構多めで、呪文を結構多用するんで、メガギロン、ここを採用しています。で、4枚、これ別に4枚多分なくていいです。1枚読みに変えた方がいいか
かもしれませんね。読みに変えて、まあ、プロジェクトごとが4枚だったら読みに変えた方がいいかもしれません。まあ、こいつ基本ね、本当に弱いんですよ、正直言うと。本当ね、ダストパンクと読み、ジャスティス以外ね、弱いんですよ、正直言うと。強くはない、決して強くはない。コストに見合った、もしくは、ちょっと劣ったような、能力なんですよね。まあ、昔的に考えたら、強くはなってるんですけど、まあ、環境と言いますか、最近の風潮と言いますか、パワーインフレが激しいんで、クリーチャーの、それと比べると本当に弱いです。ここら辺はね、この2枚は。で、ジャスティスの強いところは、アマテラスでほぼ実証されてますよね。疑似アマテラスなんで、ジャスティスは弱いわけじゃないです。デッキを書き、デッキ限定ですけど、ほぼアマテラスと一緒なんでね。で、そうですね、ラストパンクは4枚です。で、1枚、読みに書いていいですね。で、ジャスティス。これが、中枢です。ほんと、メインというか、こいつがないとやってくれません。で、4枚入っていて、こいつを出して、5枚めくって、6コスト以下の呪文を何でも取られるということですね。まあ、だから基本的に、神門、もしくはプロジェクトコット、こう唱えて、ダフトパンクが、読みを出す。基本はですね、プロジェクトゴッドがあるんだから、プロジェクトゴッド、まあ、先に言って、読みをリンクさせて、次のターンに、まあ、ダフトパンクで揃えようかなっていう、感じのデッキなんですけど、まあ、ちょっとそれは難しいんで、まあ、難しいというか、まあ、可能性が低いですね。まあ、結構やれるんですけど、簡単っちゃ簡単なんですけど、まあ、やっぱりうまくいかないことが多いです。このデッキ読みが3っていうところもあるんで、もうちょっとゴッドを増やしたら、いいのかなぁ。うん。ここら辺の説明、ね、ちょっと、眠くなってきてるね。でですね、まあ、ジャスティスがないとやってきません。このデッキね。ほんと、ジャスティス出して、神門繋げて、もう一回ジャスティス出して、ユミの効果でリンクして、リンク解除して、スピードアタッカーにして、殴り行く。そういうデッキです。ほんとビードダウンですよね。他にはもうほんと、ライデンホール唱えて、ボルグシュバル、これを立てるのとか、そういった動きですね。こいつがいるから器用な動きができる。で、なおかつ強いプレイできる。ほんと、ジャスティス出して、神門唱えてダストパンク出すだけでもね、7コスト1万6000のトリプルブレイクがすぐできますしね。そういった点では強いです。しかも、会場持ちがあるんでね。はい。もう説明はこのぐらいかな。ちょっと。真夜中なので、あんまし頭が回らないんですよね。はい。では、以上で説明を終わりますね。で、大体のマスターも動画でほぼできていると思うんで、まぁ、あ、あんな感じです。で、一つ言っておくと、このデッキ相当弱いです。勝てるデッキには勝てますけど、速攻はまず勝てません。ビートはワンチャン勝てるぐらいです。一応5、6ターン目で3対戦で揃えることはできます。ただ、ほぼ不可能に近い、ぐらいなんで、まあ、期待はしないでください。で、だから速攻とビートにクソ弱いです。まあ、ただ、まあ、生きにくいに接待用デッキとかそういった感じのデッキだったら結構楽しいと思いますね。で、あとこれですね。改良の余地。デッキ、なんかこれは絶対入れるよっていうカードが、ほぼここら辺全部占めてるんですよ。だから、なんかな、なんだろうな。改良の余地が少ない。改良の余地がないというか、完璧だから改良の余地がないよっていう意味じゃなくて、デッキレシピほぼ決まってるから改良の余地がないんだよっていう、ってな感じなんで、速攻対策するよと思っても、なかなかできません。だから、もうこれはもう割り切って、絶対用デッキで使うぐらいしか、多分ないですね。まあ、使うんだったら、ジャスティスだけ使うデッキとかもありますけどね。ジャスティスで、サガを離れなくて刺して、ひらめきとか打ってとかいう。そういったデッキも、一応作ってるんですけど。
まあ、そういったデッキだったらまだここにも勝てるかもしれませんね。ただ3耐震使うデッキとなると結構弱いです。はい、まあ最後に弱いという振り回りね、クオリティ。では、リンゴ毒の紹介、リンゴ毒じゃない、この3耐震ですね。3耐震、なんていうかわかんないですけども、この3耐震の紹介は終わります。終わります。